皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンドボディから新しい制作シリーズをお伝えします。一緒に紹介してくれるのはボンドボディの高橋さんです。ボンドボディ高橋です。よろしくお願いします。今回紹介する車がこちらです。またゲレンデでございます。ゲレンデです、はいはい、もうなんか制作シリーズゲレンデばっかりですね。そうですね。でも最近ちょっとないなくない、ちょっと期間空きました。ちょっと空いてるよ、はい、あとちょっとフルエアロがこう一周巻くのがちょっと少なくなってきたかなって、車種的に、はい、ちょっと落ち着いたかな。じゃあよほど特殊な車両か、はい、こうもう63っていう時点でメジャーじゃないんですけど、はいはいはい、そうです。もうちょっと金額ぶっ飛んでるんですけど、はい、まあ、ゲレンデがやっぱりフルエアロを組ませていただく機会が多いかなと、はい、というわけで今回も G63 でお届けいたします、はい、でちょっとつけるエアロの前に車、今回ちょっとめちゃくちゃおしゃれじゃないですか、はい、めちゃくちゃおしゃれですね、はい、ちょっとそれを見ていただきたいと思います。で、はい、まずボディカラーホワイトなんですね。はい、ダイヤモンドホワイトですね。多いと思いきや意外とそんなにないです。そうっすよね。ちょっとやっぱり、濃厚色の方が多いですよね。これエアロ組み付ける都合上白いのってどうなんですか。調色が大変とか。そうですね、まあ特にはないです。高橋さんレベルになると。そうですね、何でも濃いな、はい、あとエアロのライン的にはどうなんですか。やっぱりこう黒いのよりかも白い方がこうラインが出るよとか。そうですね、際立つというか、はい。あとやっぱ下も、まあ、下カーボンなんですけど、下もやっぱり同色、白の方がこうちょっとこう黒いと地面と同化しちゃうところはありますよね。なるほどなるほど。じゃあそのカーボンをどうやって見せたいかとか。そうですね、はいはい。あとその組むエアロによってもだいぶ違うのかなっていう、はい、どうしても白だと膨張色じゃないですか、はい、だからよりこう黒より大きく見えたりとか。そうですね、あります、ね、ワイドボディにした時の存在感は割とこう白い方があるのかなっていうのはちょっと僕感じました、はいはい、ありますね。であと今回ちょっと中をちょっとぜひこうエアロ組む前に僕は紹介したいです。これなんすか、こんなおしゃれな仕様あるんですか。あるんですね、はい。しかも今回ご紹介するのがド新車ということで。ド新車です、はい。走行2キロメートル、はい、言えてません、興奮して2桁キロメートル、はい、すいません、興奮しすぎました、はい、ちょっとこちら内装ご覧ください。なんと中真っ白白、そしてダッシュボードが、すみません、これ僕教養がないんで、なんて言えばいいんですか、これなおさら僕もない。チョコレート、焦げ茶、はい、はい、なんかこれおしゃれくらいですか。おしゃれですよね、はい、でも乗れなくないですか、これ乗れないです、あのすみません、ちょっとあの乗る前にお風呂入ってきていいですかっていうそういうちょっと感じですけれども、はい、今回この車バッチリかっこよく仕上げていきたいと思います、はい、じゃあ続いて取り付けるエアロの方をご紹介させていただきたいと思います。こちらです。なんと過去にも制作したことがあるアーバンオートモーティブやってまいりました、はい、こちらを今回フルエアロで装着してコンプリートか、外装一応コンプリートでいいんですかね。そうですね、はい、制作いたします。そして今回作らせていただく車両、なんと高橋さんが直接担当させていただいてる車両なんですよね、はいはい、なのでそうですね、オープニングから完成までボンドボディでお伝えします。はい、いつもはこう支店、東京店とか、ね、はい、浦和店とかからこう窓口になってもらって、はい、まあ、入庫する機会が多かったんですけど。そうです、あのうるさい司令官がいるんですけど今回なしで。なるほど、はいはい、じゃあ高橋司令官で、はい、そうです、お伝えしたいと思います、はい、で一応完成したものに関してはご紹介させていただいてるんですけど、バラバラのこうつける状態っていうのはないです、ね、初めてなんですよね。作業動画もないですね。なんですよね、はい、なので僕も初めてこうつける前の状態見たんで、ちょっとあの順番にご紹介させていただきたいと思います。で一応車つけるおおよその形で並べたんですけど、こんな感じです。で今回はフロントサイドリア、はい、とあと背面タイヤカバーっていう、ね、まあ、基本の形ですよね、はい、でもこれ以上プラスしてそのルーフとかボネットとかいろいろあるんですけど、はいはい、そうですね、天面はつけないで、はい、第一段階としてでいいですよね、はい、仕上げて、はい、はい、そしてまずこちらバンパーですね。これが、まあ、今この黒い、これベースコートが塗ってあるんですか。そうですね、カーボンの上にベースコート塗ってあります、ね、こんな感じでございます。で当然見えるところはこれドライカーボンで、はい、これ結構複雑なこうパーツ構成になってるんですね。なってるんです、まあ、全部こうバラバラにばらけるんです、ね、はい、この辺がこんな感じで、はい、ベースパーツになっててとか。え、じゃあこれあれですか、純正の結構車外、オプションパーツとかで組めたりするってことですか。あ、アーバン別で出てますね、純正につけるタイプで、リップ、フルバンパーじゃなくてリップもあるんですよね、アーバン。なるほど、はい、
じゃあアップグレードしていくというか、はい、それにこのバンパーのトリムカバーもカーボンで純正用として出てます。でこれ完全にもうドライカーボンですよね。完全にドライカーボンです、はい、そして作りがめっちゃいいですね、はい、これ裏側とかも超綺麗じゃないですか、はい、そしてこの硬さしっかり作ってます、はい、はい、もう超カチカチです。だからこんな感じで作ると。で取り付けももうなんかすごくきっちりしてますね。これなんかボルトナットでこう、はい、これどうやって付けるんだろうっていう感じじゃないですよ、はいはい、もう純正みたいな。そしてこっち側も塗ってあるんで分かりづらいですけどカーボンみたいです。ただちょっと使ってる素材がちょっと違うのかな、裏側見ると分かりますけど、ちょっと製法もなんか違うっぽいですよね。あ、でも一応なんか真空引きしたような跡あります、うん、生地は違うっぽいですよね、はい、でもなんか真空引きして引いたこの跡があるんでこっちもドライじゃないでしょうか。で中はこんな感じで見える部分は別の普通の綾織のカーボンで、はいはいはい、こんな感じになってると。すごいしっかりしてますね。でこの辺の爪なんかも全部純正の爪再現されてんじゃないでしょうか、まあ、大きく修正できないですもんねドライカーボンだと。できないですね、はい、ですよね。なんか歪んでるからどうとかとか、はい、フィッティングがいまいちだからちょっと寄せてとかできないですもんね。まあ、そうですね。やっぱりクオリティがかなり重要なんじゃないかなと、うん、そしてこれがグリルのここにはまる網系ですかね。これめっちゃ作りいいですね。作りいいですよね、はい、本当純正じゃないですか、うん、純正ですよね。かもしくはなんかアメリカのあのグリルメーカーのグリルクラフトみたいな知ってます？いや知らないです。 M7 とかのグリルを作ってる。はいはいはい、あそうなんだ。そうです。アメリカって結構グリル交換定番なんでグリル専門の会社とかあるんですよ、はいはい、へえ。その名もグリルクラフトって言うんですけど、じゃあひょっとしたらそこで作ってるかもしれないですよ。いやでもちょっと可能性あるなと思って今そのぐらいなんか作りがいい。でこれが一応真ん中とあと左右、はい、結構メジャーなエアロメーカーでも網なんか汎用のだったりするじゃないですか。 ありますね。金切りバサミで切って、はい、なんかこう、はい、ポックつけてくださいみたいな、まま、はい、もう切りっぱなしで、そう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 、はい、それがちゃんとその形状に全部なってると。そしてあとこっち側に今あるこのプチプチに巻かれているのがウインカーの周りのやつですかね、はい、これちょっと黒から今出しました。これがちょうどこうかこんな感じで感じですね。これいいですね。いいですよね、はい、ワンポイントですごくいいと思います。ワンポイントにもなるし、どうしてもなんかここのゴムの部分ってちょっとこう、はい、チープさ出ちゃうじゃないですか。そうですね、はい、でこれ塗れないんですよね。確か塗れないです。ゴムと一体なんですよね。そうなんですよね、はい、ここがゴムなんですか。ここもゴムなんですよね、いやこっちがプラスチックで下がゴムです、はい、あこっちゴムがくっついちゃってるんで、はい、この辺の質感向上ができないからこうやると、はい、ちょっとゴージャス。これはノリ付けでいく感じですか。そうですね、はい、ああだいぶ質感が良くなる、こんなのが良くなります。そしてあとはやってまいりましたオーバーフェンダー。これちょっと測ってみましょうか。で結構こうフェンダー交換する系のエアロパーツゲレンデいっぱいあるじゃないですか。マンソリーとか、はい、ブラバスとか、もの全然違うんですよね。でブラバス、マンソリーなんかと同じ交換タイプですけど、ブラバスとかマンソリーってこう被るじゃないですか、ここ。そうですね、はい、これ被んないんですね、はい、純正とそのまま交換する感じ、はい、だここで結構シルエット違いません、うん、違いますね。その重なりのところですよね。でマンソリーとかブラバスってここカクってなるじゃないですか、うん、だからここのシルエットがまず全然違うのと、あとここの角度も全然違うんですよね。違いますね。マンソリーとかでも結構こうなりますよね。すごい角度ついてる、だからそこで見た目が変わってくると。でこれに関しては、はい、いやいや本当に見た目が本当に全然違いますよね、うん、でちょっと高橋さんお願いしていいですか。ちょっと今回測ってみたいと思います。ざっくりですけどだいたい13センチぐらいですかね。あれじゃあワイドになんない感じですかこれ。あれそれまずいワイドで案内してんだけど本当ですか。こっちがででん、あいやいや10.5センチ。ただここの段差も効いてるんで、そうですね、あと一番出てるところがどこかっていうのも確かに、うん、ここなんか割ともっと太くなってるイメージしますよね、うん、そうですね、もう特に始まりとか、はいはいはい、うん、だからこの辺で結構印象が違うと、で今回これどうするんですか。全部同色ですか。ここ出すんですか。出します。出しで注文してるんでこのカーボンの目がちょっと違うんですよね。え
本当だ。そう、同じこう全て同色にするタイプとこのカーボンを出すタイプと、そういうことですか、うん、確かにこの目の向きがこう向きとこうちょっときつい向きと違います、ね、はい、それがちょっとオプションで選べるんですよ。へえ。で当然これも全部カーボンでございます。はい。でとにかくめっちゃ軽い。もうびっくりするぐらい軽いです。そして強度がこれ半端ないです。ちゃんと了承を得て、はい、僕が触ってるんで雑に扱うんじゃねえよっていうコメントはどうぞお控えくださいませ。めっちゃ硬いですよね。めっちゃ硬いです。これ本当にちょっと狂気になるぐらい。はい。もう全然カッチカチ。アップないです。これ。なんか雰囲気的にはちょっとフォーミュラーとか、はい、ちょっとレーシングカーの外装に使われてる、ええ、あのぐらいのなんか硬さ。僕一回富士行って DTM の車とか見せてもらいましたけど、なんかもうまさにそんな感じ、はいはい、この硬さとなんか質感と、うん、なんかもうこれぶつけたらぶつけ買った車壊れそうっすね。そのくらいのなんか硬さを感じます。でも物はすごくいいですね。すごくいいですよね、はい。そしてあとはゲレンデなんで、まあ、サイドって言ってもそのサイドスカートというか、はい、このステップの下につく感じになるんですかね。そうです。マフラーとステップの間にこう、はい、ちょうどこう一周囲うような形。こうセダンみたいになんかこう横サイドシールをかぶせる感じじゃなくて、はい、ここに横つけちゃった方がいいですかね、はい、こんな感じで。あ、これちゃんとマフラー出るようにこここうなってるんですね。そうそう、ここが、こんな感じですけど、これ全然違いますね、見た目。全然違いますね、うん、しかもこれって他ブラバスとかマンスリーもないじゃないですか。ないですね、こちらで終わってますですよね、うん、だから横低く見せたい人とか、うん、横ちょっとボリュームアップさせたい人は、うん、これいいっすね、はい。でこれも当然ドライカーボンなんで、見てくださいこの強度、すごくないですか。いやもうすごいですよね。しかも薄くて硬いっていう、これなんかちょっと加工修正が大変な感じがしますけど、微調整が、はい、はい。であとこれが始まりのとこと最後のところにこれがつく感じ、こんな感じですか。もっと下に、もっと下、下にここが、そこに、はい、こんな感じで。え、じゃあここも随分ボリュームアップしますね。ボリュームアップしますね、うん、だって純正黒い樹脂のとこってことですよね、うん。え、これいいっすね。そしてこれも当然全部ドライでございます、はい、めちゃくちゃ作りがいい、なんか高いだけありますね。そしてこちらがリアフェンダー、リアフェンダーも測ってみます。これもフロント同様こうカーボンの目が、そうなんです。あ、これなんか全く逆じゃないですか、うん、これ横向きで斜めで、目の向きめっちゃ重要ですよね。そうですね、こんな感じですかね。これもじゃあ測ってみます。もうなんかリア明らかに太いんですけど、ちょっとじゃあ測ってみましょう。ちょっと太め、14センチぐらいありますかね。場所によってかな。後ろの方だともう確実に14センチぐらいですね。前の方だと 13.5、 だからちょっと後ろに広がっていく感じですかね。で純正がだいたい 10.5 ぐらいですね。そうですね。で前が9.5 ぐらいなんで、リアのがやっぱり出る。そうですね、20ミリ以上、25ミリぐらいワイドになる感じです。そしてこっちがリアバンパーになります。これもフロントの衣装をこうそのまま踏襲したような感じ、はい、下側にこうカーボンが出てって感じですね。これリアも結構ボリュームありますね。ありますね。全体的なイメージですけど、なんかもう純正ってここだけじゃないですか、上だけじゃないですか、だから下にこうごっそりこう、はい、カーボンパーツがつくと、本当ボリューム的にもう本当ここが増しになるイメージですよね。これ取れるんですか。取れます。なんかそんな感じですね、うん、ちょっと見てみましょうか。取れます。あ、取れますね。別パーツなんですね。何が出るんですか。これ、はい、あ、これ牽引フック。あ、牽引フックですか、やっぱり。そして PDC の穴なんかも全部最初からついてたりとか、はい、あと、はい、ブラインドスポット。あ、やっぱりこれ対策してあるんですね。カバーが、はい、もうそれだけ見ると何のこっちゃですけど、なんかちっちゃいタッパーというかお弁当箱みたいのがここに入ってるんですよね。す純正も。そうです、はい、でそれでリアのそのブラインドスポット、はい、四角の車を感知してるんですけど、はい、カーボンって電波とか通さないんですよね、はい、
でそのままこれ全部一体でカーボンで作っちゃうと、はい、ブラインドが使えなくなっちゃうんで、そのセンサーのここだけファイバーになってるんですか。ファイバーになってるんで、多分ファイバーのドライってないと思うんで、一回ドライでこれバンパー作ってから、ここ切ってファイバー足してんすよね多分、うん、で一応使えるようになってる。ちょうどここでございます。はい、こっち側。これリアのバンパーもマジでもう狂気じゃないですか。これあとナンバーはそのままいけるんですか。ナンバーはそのままいけますね。はい、なんかマンソリーみたいに下穴開けてとかとかはないです。ないんですか。ええ、なるほど。こんな感じのバンパーがつくみたいです。でリアも当然ここにネットがはまって、はい、であとこの黒いとこがボディ同色になる感じですね。同色になります。はい、はい、こんな感じで組み上げていくみたいです。あと肝心なの忘れてました。あ、背面タイヤカバー、こちらでございます。これがもう純正とスドッカイ。はい、あ、いやごめんなさい、これはね純正に貼り付けなんですよ。あ、貼り付けなんですか。はい、確かに今棒がないなと思ったんですよ。はい、これ貼り付けじゃ、のり付けするんですか。のり付けですね。はい、でもこれ表面磨いてクリア何回も塗らないとダメなことです。はい、はい、これも取り付けされるみたいです。ちょっとイメージ的にちょっとどんな感じなのか、こんな感じなるみたいです。で、エアロをご紹介させていただいた上で、はい、こっちの車がどうなるか、はい、もう一回教えてください。はい、で、基本的にはペイントもなんかするんですか。ペイントします。そうですね、今考えてます。いやいや、いやいや、考えはまとまってます。あ、本当ですか。はい、グリル、まずまあグリルは塗ります。はい、あ、塗るんですかこれ。グリル、中は塗ります。はい、あ、中塗るんですか。はい、このしぼしぼを塗るってことですか。しぼしぼを塗ります。この辺も、ええ、塗ります。これはあの僕もうめちゃめちゃ皆さんにお勧めしたいです。はいはい、ここザラザラってちょっとこう、はい、そうですね、こう目についちゃうんですね。そうなんですよね。はい、特にあの窓のそのモールとかみたいに塗れないんだったらしょうがないですけど、はいはい、ちょっとこうしぼしぼのパーツってちょっとこうオフっぽさもありますけど、はい、ちょっとやっぱり高級感に欠けるじゃないですか。高級感もそうですね、ほんと邪魔しちゃいますよ。だからちょっとぜひ63とか、はい、350だったらちょっとオフっぽく仕上げるってもいいと思うんですけど、はいはいはい、63でちょっと高級感をアップさせたいっていう方は、はい、ポルシェとかでもあるじゃないですか、そのハイグロスのエクステリアとかで、はいはい、だからちょっとこの辺を一緒にこう塗ったりするといいのかなと。で今回じゃあ塗るんですね。はい、塗ります。はい、こっちどうするんですか。このまま、ここも塗ります。あ、こっちも塗っちゃうんですか。はい、スターマーカー残して、はい、ちょっとまあメッキブラックアウトもちょっと今回しないで、ちょっとですね、ちょっとエレガンスに仕上げます。なんか結構いじってるなっていうよりかは、ちょっともう爽やかに、はい、爽やかに、そうです、はい、仕上げる感じ。ボディカラーダイヤモンドホワイトだし、そう、お客様、オーナー様がちょっと黒があんまり好きじゃないっていうことで、はい、ライトもこのままクリアのままいくのに合わせて、ちょっとエレガンスに仕上げます。はい、いかつくしないで、はい、はい、そしてあと横一番肝心なのは足元だと思うんですけど、これホイールは当然交換。当然交換します。これは何を入れる予定なんですか。ボッセの UV1 入れます。はい、あのボッセとアーバンのコラボのホイール。はい、そうなんですね。ボッセって結構今いろんなメーカーのホイール作ってて、はい、そうですよね。ノビテックとかノビテックもそうだし、うん、じゃあそのボッセとコラボしたアーバンのホイールを入れる。はい、でこれキャリパーとかどうするんですか。キャリパーも塗ります。キャリパーはプラッティングシルバーで。今考えましたか。いやいや、ちょっとまあそうです、コンセプトはエレガンスなんで、はい、じゃあこのヘッドライト のシルバー残したりとか、はい、まあ、いろんなところメッキ残したりするんで、はい、まあ、目立ちすぎないようにシルバーで仕上げるので、はい、車高とかどうするんですか。車高も下げます。あ、下げるんですか。はい、ダウンスプリング入れて、まあ、3センチぐらい下がります。2本ちょっとぐらいですかね。はい、はい、下げるみたいです。であとこの辺とかですかね、ポイントとしては。そこは残します。あ、ここ残すんですか。はい、この横のラインは黒残して、エンブレム触らず、こちらは絞ってサテンでいきます。じゃあ本当にイメージは変えないで。イメージは変えないです。はい、ちょっとこう高級感を高める。そうですね。でアウターハンドルもちょっと絞ってサテンでいきます。あ、なるほど。はい、ここも結構ブラバスだとカーボンがあったりとか。はい、そうですね。あとはイメージ変えたいっていう人はここを500の550でしたっけ、はい、ホールにしてシルバーに、ね、シルバーにしたりなんかしますけど、はい、今回はあくまでイメージは変えない。そうですね、イメージは変えないで
なるほど。じゃあもう本当に必要最低限のところだけ触っていくみたいな。はい。で、あとあるあるはステップはどうするんですかこれ。ステップもそのままです。あ、そうなんですね。はい。結構こうラッピングとかで黒くするの定番だったりしますけど、はい、じゃあ今回はこのままこのまま行ってですね。はい。あとマフラーとかどうするんですか。マフラーもこのままです。あ、なるほど、はい、じゃあ本当にこうすっきり爽やかに、はい、すっきり爽やかに、はい、なるほど。でその辺の流れがあるんでボンネットのパーツとか、はい、ルーフのパーツとかは今回つけないですよね。今回は、はい、つけないです、はい、なるほど。であとは後ろも同様にホイール交換とローダウンっていう感じでしょうか。はい。あとこれリアはこれエンブレムそのままでいくんですか。じゃあこの辺もリアもエンブレムそのままで、ちょっと横の C ピラーだけちょっと同色で、ちょっとご提案させていただいてます。なるほど。であとこの辺が僕気になるところなんですけど、はい、そこも塗っちゃいます。あ、ここも塗っちゃうんですね。はい。あ、ここ塗りでいくんですか。そこを塗ります。はい。これラッピングとかが割と定番じゃないですか。はい。ただボディ同色にしたいんで塗りで。なるほど。はい。やっぱりこう質感を追い求めるとラッピングよりかも塗装で塗っちゃった方がツヤツヤにできる。はい。これでも塗っちゃうとどうなんですかこれ。まずちょっとこれ僕すごく素人的な質問ですよ。はい。これちょっとこの足付けとか大丈夫かなとか、剥がれてこないのかなとか。ガンガン足付けするんで、はい、あの普通に日常では剥がれないです。あ、そうなんですか。はい。なんか結構こうツルツルの金属の表面塗るとなんか剥がれてくる。密着的にはやはりこの塗装面とか樹脂パーツに比べると密着はまあ比べちゃえば良くないですけど、はい、なんかこう脱着とか頻繁にするような場所でなければ、はい、そうですね、大丈夫、はい、ただじゃあ外したりするときはちょっと気をつけた方がいいってことですか。外したりするときは気をつけた方がいいですね、はい、ある程度こうたわんだりしちゃうじゃないですか。はい。まあ、たわみは問題ないと思うんですけど、はい、まあ、ちょっとこう衝撃とかちょっときっかけがあるとちょっと怖いですけどね。なるほど、はい、じゃあまあその辺ちょっと用途に応じて、はい、求めるところに応じて、はい、まあ、ラッピングと塗装を使い分けると、はい、いいのかな。ただこう際もこうちゃんとゴム入ってますので、はい、問題ないと思います。なるほど。こんな感じになるみたいです。というわけで今回はアーバンのコンプリートを制作させていただく G63 をご紹介させていただきました。納期的には大体どんくらいですか。そうですね、ちょっとまあホイールがいつものように遅れてるんで完成は年内。あ、そんな先になっちゃうんでしたっけ。はい、一度そのワイドボディ組んでちょっとスペーサー入れて一回納車させていただく流れです。なるほど、はい、じゃあ作業的にはそんなにかかんないけど、はい、最終形態 の, その完成になるのがそうですそうです、ちょっとタイホイールの関係で、はい、今ちょっと遅れ出てますからね、いろいろ。そうですね、うん、はい、なんでまあ一応年内には完成した完全体をご紹介できるかな。はい。じゃあ一回外装組み上げた時点で、はいはい、まあ、製作過程、うん、はい、ご紹介させていただいて、はい、まあ、最後改めて、はい、ご紹介させていただく形になるんじゃないかなと思います。はい、というわけでちょっとあの作業工程、はい、もう高橋さんにかかってますからいやいや任せてください。分解取り付け塗装まで、うん、はい、細かく、はい、お願いいたします。はい、というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。